どうも、キスケです。ということで、本日は、リミテッドの、阪神崩壊合体ザマス、使っていこうと思います。まあ、3周年の目玉キャラクターの一人ですね。はい。で、打撃タイプ。まあ、体力が少ない割に、二突なんですけど、割かし火力が高いです。で、打撃に前持ってくると。まあ、この辺はちょっとね、前の動画で紹介したんでサクッと見ていくんですけど、打撃射撃にサイヤ人特攻があって、必殺アーツ特大ダメージの特殊アーツをドローすると。で、特殊アーツが強くて、範囲特殊で気力40回復で、敵全体に待機カウント3カウント付与、これが強い。うん。で、属性相性振り向こう3カウントね、これやばいと思う。で、究極アーツ超特大ダメージの火ダメカット 50% マイナスと。で、気力100減少、交代禁止付与ですね。はい。発動時なんでね、しかも。強いよね。うん。誰が見ても強いな。で、メインアビリティ、究極アーツをドローして、体力20回復、20% 回復、気力40回復。で、不死身無効30カウント、究極4ダメージ 40% アップと。感じですね。はい。で、ユニークアビリティ、場に出ると4ダメ 80% アップ、火ダメ 30% カットで、落ちバフもあります。はい。で、打撃アーツに対して特殊カバチェンがあると。必殺アーツで追撃可能で、打撃射撃使用するたんびに4ダメがどんどん上がってって、体力 70% 以下の時体力 5% 回復という感じですね。はい。で、場に出てると敵がした行動に対して以下の効果が発動すると。敵が打撃射撃で、攻撃した時、気力 5% 減少ですね。はい。で、敵が交代時、バニシングゲージ 50% 回復、強すぎ。これ発動回数8回やばすぎるやろ。で、敵が戦闘不能時、敵の手札を全て破棄ということで、追い打ちに追い打ちを重ねる感じのキャラクターやね、これ。うん、やばいと思う。すげえ強いと思う。じゃあ未来パーティーで使っていこうと思います。よければチャンネル登録と高評価、ぜひともよろしくお願いいたします。Twitter のリンク概要欄に貼ってるんで、よければフォローもお願いいたします。それでは PVP 回っていきましょう。はい、マッチングしました。孫一族パーティーですね。対戦やっていきましょう。まあ紫と赤色に気をつけつつって感じか。そしたらこういう感じでいく？うん、これでいこうか。お願いします。いや、ゴジータ4使った動画も撮影したんやけど、むちゃくちゃ強かったね。マジで。震えた。強すぎて震える。って感じでしたね。はい。マジで強かったよ。で、半壊ザマスも書いてることやばいんで、多分めちゃくちゃ強いと思う。だから特殊アーツから即ライジングっていうのもだいぶ刺さりやすいよね。あ、下がれない。下がれないよ。大丈夫？ OK。OK。ナイス。まあ、このままちょっとコンボ稼いでいきましょうか。ドラゴンボール回収していこう。いいね、ドラゴンボールのひっつき用が素晴らしいよ。ほんで、半壊ザマスでほんの一握り。半壊ザマスでかすぎるんやけど、マジで。でかすぎ。OK?OK、OK? OK。まあ、このまま殴っていこうか。はい。まあ、不利属性なんでこんなもんでしょう。でかすぎる。背中で見えない。若干ラグい気するけど大丈夫かこれ。 OK。 おっそ、びっくりした。ナイス。いや、打撃圧捨てちゃったな。ちょっと必殺圧でいっか。まあ、ライジングでもよかったけどね。まあまあまあいいでしょう。動かない。動かない。
まあこれ海外の人っぽいんだよな。まあだから環境がラグいのはしょうがないっちゃしょうがないか。結構打撃圧多いね。あーナイス。あーマジか、なんやそれ。通常で抑えて、へえ。タックル来ないか。 OK、 予約圧でいこうか。このまま削っていこう。それは甘えたねそれは甘えたね。交代禁止で落とさせていただきます。通常で抑えて、はい、おい、ああうまい、やるな。いやーこれどうしようかな、皮外れそうやな。いやー半壊ざますちょっと捨てたくなかった。ワンチャン死にそうやからさ、マジで。避けれそう、え避けれないわラグでさ、あとスキーいけたんかなと思ったら、はい、おいしい。やべ、いやーどうしようこれ。オッケー、まあレジェンダリーフィニッシュちょっと諦めよう、勝ちに行こう。救急カーツ、アクアメッスル、いい火力。あ、特殊アーツ来たな。このままライジングいけそうっちゃいけそうやけど、はい、ナイス。これな、行動禁止めちゃくちゃ強いし、フリ属性無効3カウントついてんのも強すぎるんだよな。来ないのか、残念。 OK、一応ねこいつ落ちバフあるんやけどこいつが最後に残っちゃいましたね。はい、単発射撃が出ないいや負けか、残念。あざした、はい、マッチングしました。合体戦士パーティー、あ、新しいベジットが入ってますね。はい、対戦よろしくお願いします。初手どうしよっかな。こういう感じでいきますか。はい、お願いします。で一応合体戦士に対しては打撃カバチェンが結構有効そうなんだよな。どうなんでしょうかね。ただ特殊カバチェン向こうがいるんだよな。でベジットの特殊圧がマジで強かった。ゴジータ4使った時に分かったんやけど、あ、快適だ、すんごい、すんごい快適。はい、あ、間に合わないか、残念。ダウン、必殺技でいこうか。相手のゴジータブルーはそこまで突がなかったんで、多分普通に削り切れると思います。あー、それ強い。ただ OK、 それ繋がらないんだよな繋がんないのよ。ただドラゴンボール消すの強すぎひん。合体ザマスで殴っていこうかな。あ、マジか、うまいね。 OK、 はい、さよなら。ラッキー、まあ、アクアメッスル、強っ。
いやこのバニシングゲージ回復すんの強すぎる、マジでマジで強すぎる。なんだこれ、8回できるんでしょ、しかもやりすぎやろ。強い、オッケー、あざした。はい、マッチングしました。サイヤ人パーティーかな。はい、お願いします。あー、どうしよっかな、どうしよっかな。まあ青色は絶対出てくるはずなんですが、あーでも紫、違う、緑いないのか。じゃあまあベジットブルーからいって、こういう感じでいこうかな。はい、お願いします。いや半壊ザマスいいよいいキャラしてる。あ、赤色、青色出てこないのか。お願いします。タックルは来ない、オッケー、よーし、このまま殴っちゃおう。あ、いや半壊ザマスで殴ろうせっかくやから半壊ザマスで殴るわ。気力回復、しかもサイヤ人に特攻入ってっからね、打撃と射撃圧、それだけで強いよな。オッケー、止めて、必殺圧のかぶせが怖かったんだよな今。はい、ラッキー。あまり回避してこないっすね、相手。このまま削っちゃおう。まあ、ライジングで良さそうやな、これ。殴るだけ殴ってライジングで。いきます。はい。ナイス。ザマスでかすぎへんブロリーぐらいあるぞ。はい、オッケーオッケー、はい、ナイス。究極圧いっちゃうかいい声してるわ神の裁きを受けよう。ボコボコにしたれ、強い、交代禁止強すぎ。オッケー、ボン、強え、タックル来い、オッケー、はい範囲特殊マジで強え。でこれ 60% 回復するんで、ギューン、やばすぎ、マジでやばすぎ、暗い強あざした。はい、皆さんお疲れ様でした。今回は阪神崩壊ザマス使ってみたんですけど、いかがだったでしょうか。いや強いね、強い。まあ弱いとこないもんね、だって書いてあること全部強いんで、まあ、相当今の環境をぶっ壊してくれるキャラクターになってるんじゃないかなって、個人的には思いますね。はい、非常に強力でパワフルなキャラクターでした。で特殊アーツやね、やっぱ特殊アーツがほんまに強くて、まあ身勝手の悟空見とったら強いのはわかると思うんやけど、まあ、それにしても相当強い、身勝手を超えた特殊アーツの火力だと思うんで、これ交代禁止で不利属性無効、まあ今回はできなかったんですけど、そのままライジングラッシュいっちゃうみたいな動きも可能だということなんで、もっと上手い人が使ったらもうポンポンそういうことしてくるんじゃない。まあだから未来パーティーとか髪の毛パーティー使ってる人はぜひとも阪神崩壊ザマス引いた方がいいんじゃないかなって思います。もう阪神崩壊じゃなくて環境崩壊合体ザマスになってるんじゃないかなって。はい、ありがとうございました。よろしければチャンネル登録と高評価ぜひともよろしくお願いいたします。 Twitter のリンク概要欄に貼ってるんで、よければフォローも
お願いいたします。生放送ミルダムの方でやってるんで、概要欄のリンクからフォローお願いします。それではよきドラゴンボールライフを、バイバイ。